するし、でも自分なんか何やってたのかなって気もしますけどね。やっぱ JWP の旗揚げは、印象残ってるっていうか、大切な試合だと思ったから、やっぱり旗揚げ抜きでは語れない。
欲しい、うん、旦那はいらないけどあんまり吹き込んだおばあさんにはなりたくないなって思うけど、あどうだろう、中身はずっとこのままだと思いますけどね、外見が危ないからとか、まあ、いつまでも綺麗でいたいですけどね。あと何年できるか分かんないけど、周りの人を気にしないで自分の好きなことをやりたいなって